Hello there! 始まりました。もちチャンネルです。今回はですね、いやー、困ったなっていうですね、ことについてちょっと話そうかなと思います。いやー、結構、まあ、セルターっていうですね、英語教授法のですね、資格を取りにこの、ね、神戸にまで来ているんですけども、ですね、あれですね、課題があるんですよ。4つあるのかな、合計ですね。で、初めての課題をですね、提出しました。ですね、まあ、全部の課題が755から1000語くらいのやつですね、書くんですけど、まあ、エッセイというよりは、まあ、いろんな課題なんですよ、本当に。まあ、詳しくはですね、言っても、まあ、しょうがないと思うんですけど、ですね、最初の課題は、教えるときに、まあ、レッスンプラン、といえばレッスンプランですね。教えるときにこの言語、まあ、この言語というかこの文法事項とか、このボキャブラリーですね。ボキャブラリーを教えるときに、どういうことをするかみたいなのを書くやつでした。で、結論から言うと、ですね、センターした提出したやつが再提出になりましたね。はい、だからフェイルです。いわゆる。ね、まあ、スタンダードとナッツスタンダードなのかな、なんか書いてたんですかね。なんかそれに、ですね、この、ですね、このリクワイメントがあって、それを満たしてないみたいな感じですね。それぞれなんで、すごいなんか細かくあるんですけど、それどういう基準でパスで、どういう基準でパスじゃないのかよくわからないですけど、ですね、まあ、再提出となりました。まあ、人生初の経験かもしれないですね、再提出って。いや、わかんないんですよ、結局。どこまで、どういう風に書いていいのかがわかんないです。なんかちょこっとサンプルみたいなのあるんですけど、それじゃ全然ダメなんですよね。そのサンプル通りに書いてもできなくて、パスしてる人たちも、全然やっぱ全部の数ですね。項目がいっぱいあるんですけど、それを全部パスしてるわけではなくて、ですね、みんな困惑してる感じです。どうやったらこれパスになるのかよくわからんぞ、みたいな感じで。ですね、非常に、苦労してる感じですね。でもまあほとんどの人がパスしなかったんじゃないですかね。でみんなリサーブと言ってですね、またサブミットするっていうの ですね、困っております。はい。でびっくりしたのはですね、でそれだけで、ああそうなんだ、リサーブか、分かった分かったっていう感じなんですけど、でなんか、ハイライトされてるんですけど、蛍光ペンでこことこことここの部分直してくださいってやつで、一個でも直しミスをするともうおしまいだそうです。それが基準に満たなかったら、直したやつが基準に満たなかったらですね、もうおしまいですね、パスしませんっていうことになるらしいです。みたいなんですね。で、そうなんだと思っていろいろ思ったんですけど、そのリサーブが一回しかできないんですよ。再提出が一度だけしかできません。だからこの再提出一度でもうミスしちゃったらおしまいなんですよ。はい。もうゲームオーバーですね。はい。この3週間じゃない、4週間のコースおしまいっていうですね、そういう窮地に立たされ、いきなり窮地ですよ。もう1個目の課題でこう窮地に立たされちゃいました。なんで非常に困った。どうするんだろう。まあ多分このですね、他の人たちと相談しながら、他のそうですね、仲間の人たちとですね、話し合いながらですね、なんとか耐え抜くしかないと思ってますけど、はい、頑張りますね。週末ですね、たくさん勉強するといってもですね、トイックがあるからなですね。はい、まあ受けて、受けますけど、その直しもですね、たくさんやらなきゃいけないですけど、いや、みんな本当にいいんですね。ダメだった人たちみんな困惑です。一体どうすればいいのかわからんと、どこまで何をどう詳しく書いて求めてる答えがわからんぞっていうので非常に困っております。はい。なんで、はい、課題に戻って私も頑張ってやろうと思います。どうなっちゃうんでしょうね。いやー、失敗するわけにはいかん。この4週間ですね、わざわざ神戸まで来てですね、ここも借りて、この場所も借りてやってですね、仕事も休んできてますので、取らなきゃいけませんね。頑張ろうと思います。はい。では、まあ再提出した結果はですね、
すぐに分かると思うので、いやーでもこれだから週末課題、他の課題があるわけですよ。3つぐらいやろうと思ってるんですけど、課題2つとで他の自分のレッスンプランは、来週は2つあるので合計4つですね、合計4つのやつを準備しようと思います。でもこれでだからその再提出したものが通らなかったら、この準備した4つが全て無駄になってしまうというですね、怖い本当に怖いですけど、まあやってみます、頑張ろうと思います。はい、ね、こんな感じで、引き続き応援よろしくお願いします。 Thank you for watching. Bye bye. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.